県が調査している48の医療機関で今月9日から15日までにインフルエンザと診断された患者数は医療機関1箇所あたり 7.1 人で、前の週より 2.8 人余り増えました。地区別に見ると津幡町や白山市などの石川中央が 9.3 人と最も多く、次いで金沢の 8.69 人、能登中部の 8.43 人となっています。県では医療機関1箇所あたりの患者数が10人以上となった場合に注意報を出すことにしていて、目前のレベルに迫っています。また集団風邪が発生していた金沢市の第二河合幼稚園の5歳児と金沢市長坂台小学校の1年生では明日まで学級閉鎖の措置が続くということです。